にちは。つよぽん、こんにちは。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ありがとうございます。私たち稲沢から参りました野祭りダンスチームスパイスと申します。今日は4年ぶりの東海秋祭りの開催、誠におめでとうございます。私たちもランランさんがね、こうして秋祭りやるようになってから、ここずっと お邪魔させていただいてます。今日参加させていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。皆さん、稲沢というと何を連想されるかは分かりませんが、今ですとイチョウ紅葉祭りですね、神宮裸祭りで有名です。今日は全く違って、6月のアジサイの季節になるとということで、アジサイをテーマに踊らせていただきます。さあ、アジサイがどれだけ表現できるでしょうか。お楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。緑の町稲沢、初夏には松海寺のアジサイに人々が集う。小さな花が集まって人々を魅了する姿はまさにスパイス。さあ、咲き誇るアジサイのごとく、